いらっしゃい。ようこそスナックエンビーガブリエラへ。ママのたかしです。チームアワラひきずみです。ニセコの神です。3人合わせてエンビーガブリエラです。みなさん聞いてください。聞いた。どうしたのかしら。どうもしない。あーどうにかして。どうしたの。私先日ですね、すごいいいファンデーションを発見してしまって、最近ずっと普段使いさせていただいてるんですけれども、それがあまりにも良かったので、ちょっと2人に紹介しようと思って持ってきました。あら、とても気になるわね。はい、こちらになります。NNE のファンデーションになります。NNE 聞いたことない。そう、最近の商品みたいなんですけれども、うん、こちらの商品がですね、なんとこう見るとクッションファンデみたいじゃないですか。そうだ。そうなんですけども、これクッションファンデではありません。え、こちら開けるとですね、まあ、ちょっともう使ってるのでこういう感じでこうなってるんですね。すいません、ちょっと写真をちょっと出すと思うんですけど。え、ここは開けてクッションファンデみたいな感じで使うとかじゃないの。じゃないんです。これはここにカタログもあるんですけれども、うん、韓国の特許製法のグラインディング設計というものになっておりまして、うん、ここはですね、回すんですね、時計回りに、うん、ちょっとだけなんですけど、そうすると分かる。あ、なんか出てきた。うん、出てくるんですよ、こうやって。こういう感じで出てきます。鉛筆削りみたいな感じで。本当だね。すげーっていう設計になってるんですけれども、はい、うん、私普段クッションファンデを使ったりとかしてるんですけれども、うん、結構ちゃんと隠したい時とかは練り系のものだったりとかクリームファンデとか、まあ、リキッドが多かったりするんですけれども、うんうん、これがちょうど真ん中ぐらいのテクスチャーで、練りとリキッドファンデとかのちょうど間ぐらいなんです。ほー、なるほどなるほど。そうなんですよ。だから硬すぎず、かといって水っぽくもないっていう。あ、ちょっと触ってみてほしい。あ、何？なんか帯状になってる。そう、クリームパンデとか練り系ってちょっと硬いから、うん、スパチュラとかで取って体の体温で温めてちょっと溶かしてから使うじゃん、うん、はいはい、これはもう初めからその溶かした状態ぐらいの柔らかさなんですよ、うん、へー、すぐに使えるっていう。ちゃんとカバー力があるので、あ、これでコンシーラー代わりにもなるし、で薄くつけたらそんなにその濃くついてるっていう感じもなくって、へー、そんななんかべったりついてる感じしないことしか。そうだね、なんか水っぽすぎず、本当言う通り でなんかセミマットだから、うん、ちゃんとツヤもある程度出るんだけれども、ツヤツヤすぎずすごくナチュラルになるっていう、うん、使ってみたいです。使ってみたいですか。はい、早速じゃあちょっとこれ出ちゃったんですけれども、これ一回ちょっと申し訳ないけど拭き取りましょう。でなんで今拭き取りたいって言ったか、これを使えばいいんじゃないかっていう話なんですけれども、これだとですね、出しすぎなんです。あ、そうなの。そうなんです。こんなにいらないんだ。いらないんです。ごめんね、商品こんぐらい。そう、こんぐらいでちょうどいい。へー、こんぐらい。そんなんでいい。こんぐらい少なっ。でこれってこの付属のパフがあるので、これがですね、うん、二層構造になっていて、うん、さっき見ていただいた通り内側がコントロールカラーになっていて、外側がファンデーションになってるんですけど、ニュートラルというカラーになって新色なんですけれども、もともと出てたのがライトベージュっていう明るめの色で、それよりもちょっと濃くってよりオークル系の色なんですけど、オークルだとちょっと黄身っぽくなったりとかするファンデーションが多いんだけど、うん、この紫を混ぜることによって木くすみを飛ばして透明感を出してくれるっていう、なので使う時にちょっとこう回してこのぐらい出したら、ここで混ぜちゃいます。こうやって、ほう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 、勝手にコントロールしてくれるんだ。そうです、そうです。こちらで作っていきたいと思うんですけども、伸ばすんじゃなくって叩く、パッティングでこういう感じで上の方に向かって、下から上に、下から上にこうやってやってってもらって、自分でやってみていただいて。下地はいらないんですか。割と水分量がちゃんとあるのでほっくりしてるんですよ、うん、だからあんまり下地とかで水分を強めに入れちゃうと今度ちょっとヨレにつながるので、どっちかっていうと下地よりも基礎化粧品をまずは使っていただいてからこれを使うっていう風にした方がちょうどいい水分量になります。何もしてない状態でやり始めちゃうとパサパサになっちゃったりとかちょっとするので、私の場合は乳液とかをやっちゃうとちょっとドロッとしすぎちゃうので化粧水止まり。で乳液やるとしてもあんまりこっくりしない感じのサラッとした感じの乳液の方がいいかもしれないですね。このね、なんかこう設計がエアレス設計っていうんだって。私知らなかったんだけど、エアレスって空気に触れないっていう意味なんだけど、
空気がないって意味なんだけど、うん、中が密閉されてて使う分だけ出せばいいから。でクッションファンデーションっていうのはさ、だいたいもうクッションの中に染み込ませるっていう時点でさ、いっぱい空気が入っちゃうじゃない。そういうのを全部なしにしてくれてるので、酸化をあんまりしない。あ、繰り出して初めて空気に触れるぐらいってことね。そうだね、酸化防止にもつながってるっていう。へえ、すごいですか。ちなみに今秀樹さんが使ってるのはサンプルでいただいたものですね。私もともとやっぱりあのニキビ跡とか結構あって、うん、こっくりしたファンデーションすごい好きなんですよ、うんうんうん、やっぱりカバー力も強いし、うん、だけどこっくりしすぎてるファンデーションって厚塗り感みたいなのがどうしても出るんだけど、うんうんうん、これすごいその厚塗り感とかも感じさせない中でカバーしてくれてる、うんうん、とっても。この動画とかでもいっぱいクッションファンデの検証とかしてるじゃん。だからちょっと出かける時とかにすごく便利だなと思って重宝してるんだけど、ちょっと出るにしてもやっぱりカバーはしたいみたいになった時にどうしてもコンシーラーと併用するとか、結局二度手間になっちゃったりとかする時があって、うんって思う時もあったんだけど、これの場合クッションファンデーションと使い方とか同じなんだけど、カバー力があるもので時短にもなるし、あのなんか痒いところに手がすごい届くって感じで、しかも塗った後に全然ベタベタしない。そうそうそう、サラッとするでしょ。でちなみに美容成分も入ってて、私それね知らなかったんだけど、使ってたので知らなかった。そうこれね、医療エステサロン技術の美容針っていうクイックニードルっていうのが入ってるんですね。あ、出た、今流行りのやつだ。そうそうそう、超微細なこの針が入ってるのよ、うん、でそれは全然感じない程度なのよ。でそれがこの皮膚にこう穴を開けて、そこに美容成分が入り込んでいくっていう。でちょっと不安だからこのメーカーの方に私聞いたわけ、うん、何でも聞くんだけど大事よね。針が刺されたことによってファンデーションも中入ってくるんじゃないですかって聞いたら、針のその穴が本当に細いから美容成分しか入り込まないような針なので、ファンデーションは上に塗られて美容成分だけが中に浸透していくっていうシステムになってます。へえ、じゃあやっぱりそれで肌が活性化するって感じがあるんだ。そう、なんかね2種類の幹細胞と10種類のビタミンが入ってるんだ。で、つやすごい、すごいつるっとしてんだけど、すごいつるっとした。あ、すごい、2色あるってこと。そう、今はねライトベージュとニュートラルが新商品として発売になりまして、でちなみにライトベージュのコントロールカラーはピンクなのね。へー、ちょっと血色が出るような感じ。なるほど。そう、このニュートラルの方で血色出ちゃったらどんどん濃くなっちゃうから、こっちのコントロールカラーは木くすみを飛ばすラベンダーカラーになっている。へー、私この新商品のこのニュートラルの方の色、うん、すごい合ってる自分の肌の色に、うん、合ってる合ってる、うん、いや皆さんこれ分かります、すごいカバーされてる。これは私の元々の造形が美しいからっていうのももちろんあるんですけれども、あるはあるんですけれども、絡みづれえなマジで私はしづれえわ。仕上がりがすごい上品。うんうん、これちょっとさ、繰り出すじゃん、うん、そしたらこの上に美容液とかそれこそコンシーラーとかでもうちょっと濃い色がいいなとか薄い色がいいなって場合は、ここで混ぜられる。上級者。そう、なるほど。それはねたまにやる。でクッションファンデはもうクッションじゃん、そこが。そうね、だから混ぜらんないじゃん。混ぜらんない。なんだけどこれはもうここのファンデーションとここで直に混ぜてから使えるから、使い勝手がめちゃくちゃよくて、すごい。しかもさ、さっき少量でこんぐらいでいいって言ってたじゃん、うん、またまたって思ってたわけ、うん、それじゃさすがに足りないでしょ、この迫力ある顔面。そりゃそう、え思ってたんだけど自分で言うジュラシックパークって思ってたんだけど、十分全体にすごい伸びも良くて。待って、あんた今悪口だからね、ジュラシックパークっていう顔面ジュラシックパークだ。ダンダンダンタララ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 ンタラ、私頑張ってるな急に生まれて帰ったよねな。そのなんかこう、うんこし終わった後の賢者タイムみたいな、ほんとやめな。あとで聞く、あとで聞くから。すんみたい。ということができるので。なるほど。めっちゃおすすめです、これが。ということで、今日はこれをちょっと紹介したくて。素敵、これ私ちょっと一軍に入れたい、自分で。ほんと？で、ちょっとね、これね、値段が普通のクッションファンデよりは高いわけ。やっぱり高いんだ。そう、通常だと5980円。
あ、まあまあするね。そうなんです。しっかりだね。なんで5980円、だからちょっとデパコスのやつぐらいかなって感じなんですけれども、うん、サイトで買うとこれがクーポンがついてて割と500円引きで常に買えるわけよ、うん、へえ。そうだから500円引いたら5480円ちゃうなんですが、皆さん今回はですね、何メーカーさん円ガブクーポンというのを作ってくれました。おお、何それすごい。どういうこと？概要欄に専用の URL を貼りましたので、うん、そこから入っていただくと、はい、円ガブのクーポンというものが出てくる仕様になっています。ポップアップで出てくるんですけども、それで買っていただくと1000円引きになります。1000円も安くしてくれるの？そうです。ことは4980円なので5000円以内で買えます。4000円。それは安いわ。すごいね。値段の話しだすと急に通販番組っぽくなる。5000円以内だったら全然手が届くなって感じはある。ちなみに、うん、やっぱりファンデーション消耗品じゃん、うん、で、まあ、ちょっと比較するのもあれなんだけれども、うん、クッションファンデって割とすぐなくなる。なくなりやすい。そうで、いいブランドのものとか割といい値段なのにすぐなくなったりとかするじゃん、するする、うん、っていうのでコスパで悩まれてる方もいると思うんですけれども、うん、さっき見ていただいた通りちょっとしか出さなくてもいいわけ。本当そう。だからこれ永遠になくならなくない問題が発生するわけ。マジ？そうなのに4980円で買えるから、うん、割とコスパは良い。なるほどな。コスパいいね、うん、長期的に使えるってことか。そう、いやめちゃめちゃいいな。これはしかもこれで美容針も入っててちょっとエステ気分みたいなのも味わえるわけでしょ、うんうん、そう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 。結果的に綺麗にもなるし。そうなのよ。だからカナー力はあるやつをお直し用に持ち歩きたいなと思うとどうしてもさ手持ちが多くなっちゃうけど、うんうん、これはもうこれ1個でいいのか。しかもパッケージもさシンプルでかっこいいしさ、うん、男性でも肌の色がやっぱ使えそうな感じもするね。いけると思う。めちゃめちゃいけると思う。あ、そう、私たちでニュートラルっていう感じだから、うん、最近の子さ真っ白じゃん、うん、そうね、白だから。そうだからライトベージュでもいけると思うんだよね。あー、うん、ちなみに、これ色が大体どのぐらいなのかなっていうのちょっと気になると思うんですけれども、うん、2色展開じゃないですか、はい、でライトベージュの方を例えて言うんだったらランコムのファンデーションの B の01番ぐらいのカラー。ほうほう、なるほど、はい、割と白めの明るめのカラーですね。うん、になっていて、で、ニュートラルのカラーでいうとエスティローダーの、はい、またこれ有名なファンデーションがあるんですけど、うん、それの12番がデザートベージュというものなんですけれども、うん、なので若干黄みがかってるというか、うん、濃いめの色になっています。あ、分かりやすい。うん、なのであの比較として多分この2つのブランド持ってる方多いと思うので、どのぐらいの色なんだろうと思ったらそれを参考にしていただけると分かりやすいかなと思います。なるほど。はい、ということで、本日は私が最近普段使いで超ヘビロテしている NNE のグラインディングファンデーションを紹介させていただきました。わー、これはすごいいいのを紹介してもらいましたよ、ね、いやこれはね本当にね、あの一緒にお仕事できてよかったなと思えるファンデーションなので、うん、ぜひ皆さんも使ってみていただきたいと思います、うん、でもう一度言うんですけれども、今回は NNE さんとお話をさせていただいて特別に円ガブ価格で購入できるように手配していただきましたので、お買い得。下の概要欄のリンクから必ず飛んでいっていただいて円ガブのクーポン券を使って買ってみてください。これ1000円オフ、円ガブの動画限定なんですか本当に。そう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 、うん、嬉しいですね。嬉しい。いやこのファンデーションはね本当ね久しぶりに、うん、あ、よかった、いいの見つけちゃったと思って使ってるから、すごく皆様に試してみていただきたいですね、うん、はい、ということで本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。また遊びに来てくださいね。せーの、おやすみなさーい。